皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は555次元ゲームネプテューヌリバースのファミ通紹介をしていきたいと思います。シリーズ初代作がプレイステーション5向けにリニューアルされます。原作に近い難易度、オリジナルモードに加え改良されたゲームバランスが楽しめるアレンジモードの2種類のモードが用意されています。4人での戦闘が楽しめるようになりました。同時参戦人数がどうやら3人から4人に増えて、4女神揃っての戦闘も可能だそうです。27人の魅力あふれるキャラクターたちがゲーム業界で大暴れします。シリーズ最大級となる27人のプレイヤブルキャラクターが登場するようですね。そしてアレンジモードではシナリオの進行度にとらわれずに好きなキャラクターを最初から編成できます。まああれですね、仮に途中でなんか仲間がその仲間がいなくなったとしても、まああのそのな、まああのパーティーからストーリー上離脱していたとしても、そのキャラクターが戦闘だけでは扱うことが可能みたいな感じですかね。まあすごいシステムになっていますよね。確かあの千の奇跡シリーズの確か始まりの奇跡もそんなシステムあったような気がしますね。まあそんな感じで今回はこの辺で555次元ゲームネプテューヌリバースのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。